百条委員会が開かれていろいろあったようです。それについてお話したいと思います。夕刊フジですね。まあ一面がですね、石破さんのお話でですね、まあ三面にですね、斉藤元彦さん再選、県議会との対立どうなる、 SNS 戦略の勝利というところでですね、後ほど紹介をさせていただきます。あの兵庫県議会において百条委員会が開かれたようです。まあ、ちょっといろいろありましたので、ちょっと X のポストを使って紹介をさせていただきます。ジタくんさんのですねポストを、紹介させていただきます。兵庫県議会の竹内秀明県議50歳、姫路市選出が18日辞職、願いを浜田智明県議会議長に提出し、同日付で辞職が許可され、百条委員会欠席理由として公表。辞職理由は一身上の都合という、 NHK 党立花隆が公開した告発文に名前のあった議員が辞職、混乱はさらに大きくなると、いろいろとね、あの気になるところでありますが、立花さんがね、あのまあ公表した文書に名前があったということでございます。まあこれがですね、根も葉もない噂であるのではですね、まあ竹内県議としてはですね、まあ抗議をまあされたと思うんですけれど、まあ今回ね、辞職をされたということで、まあそこはね、いろいろ考えさせられるところではありますが、今回かなりね、心の疲れといいますか、そういうのがね、まああるそうです。竹内秀明さんによるにはね、はい。まあ私としてはですね、とりあえず、あの、今はね、あの、ゆっくりしてほしいなとは思います。で、落ち着いたらですね、まあその時はですね、まあ謝罪するなり、説明をするなりされるのがいいんじゃないかなとは思います。まあとにかくね、あの、早まった決断であったり、行動をには起こさないようにですね、そこに関してはですね、まあ非常に心配しているところでございます。周りの方がですね、まあしっかりとねケアされることを願っております。でですね、結局百条委員会なんかパソコンの中身ね、あの公開しないような感じですね。まあ奥谷委員長ね、それでいいのかなと思いますけど、まあこういうことも奥谷委員長言っておられました。奥谷委員長、立花候補の SNS での発信により具体的な事実を適時して名誉を毀損され、同氏が行った自宅前凱旋によって同居の母親が恐怖を感じて避難を余儀なくされ様々な業務に支障が出たとして叱るべき対応を検討。立花さんはね、あのまあこの件に関しては、まあ、とにかく話が聞きたいということだったんですよね。やっぱりこれはね、兵庫県民にとって、まあ、知る権利っていうのがね、まあ、あると思うんですよね。特に、兵庫県知事選挙のね、投票先を決めるにあたって、すごくね、あの、重要な手がかりを、まあ、奥谷さんはね、知っているわけなんですね。知っているということが、もう、強く推測されるわけなので、まあ、立花さんがね、そこをですね、話してもらうように要求をしたというのは、私は、もう、そこは知る権利の、まあ、の正当な行使だと思いますね。まあ、奥谷さんのね、あの、まあ、こういう、叱るべき対応というのが何を意味するのか分かりませんが、まあ立花さんに抗議する権利ももちろんまああるとは思いますが、まあそこはね、あの今後注目したいなと思います。はい、ということで、キュリンさんがですね、まあ、そのポストされておられます。案の定、奥谷さんは被害者ポジションをキープ。元県民局長の公用 PC について、百条委員会は個人のプライバシーのため、非公開にしたい。斉藤さん側は公務中のことであるので、中身を見て判断した。これって非公開でも構わんけど、中身を公開せんと白黒つかんやろ。奥谷さんもそこ分かっててごねてるやろと。そうだと思いますね。一説によるとね、まあ不倫日記がね、あの入っているっていうのは、これ流出した音声からは片山副知事がですね、まあその声で、そういうのがあったというのもありますし、まあ仮にそうだったとしても、それをですね、あのそのまま文章をそのままね、非公開するわけじゃなくてですね、そういう内容であったのか、不倫日記であったのか、なかったのか、とかですね、あとはね、まあ10人との不倫のいかがわしいことをしている、まあ映像音声とかが、まああったのかなかったのかみたいなのはですね、そうであったのかどうかっていうことはね、あの公開すべきではないかなと、思いますね。まあ否定されるならそれはそれでいいと思うんですけれど、完全非公開っていうのはね、ちょっと良くないかなと思います。次、かきこショップさんのポストを紹介します。竹内議員が辞職、逃げたという分析もある。斉藤知事のパワハラを一番追及していた県議だよね。私も百条委員会の主張を信じて斉藤知事を何度も批判しました。本当に申
し訳ないことをしました。改めて謝罪します。まあ、百条委員会でね、県議がお話しされていたことを、それをですね、まあ、根拠に斉藤知事批判されていたということで、まあ、それだけですね、議員のね、議会での発信内容とね、まあ、重いということだとは思います。次ですね。はい。管理官のつぶやきさん。今日もひどい百条委員会だったな。録音しないでください。に対して、そろもそも秘密会にすんな、だと思いますね。反対意見弁護士をブレると、呼ぶと議論がブレる。それに対して結論ありき、自白。これはもう鋭いですね。はい。第三者委員会と乖離しないように。これに対して、じゃあ百条委員会やる意味ないだろう。責任逃れフラグ立てたな。竹内来てないけど、やめたってよ。ふわーというですね。まあ、ポストをですね。はい。でも本質をついているようには思いますね。私にとっては。とりあえず百条委員会はね、まあ、こんなことがあったということでございます。次はですね、増山誠さんのポストも紹介させてもらいます。兵庫県議会議員の、まあ、維新の会のね、方でございます。本日17日の長きにわたる兵庫県知事選挙活動期間が終了しました。斉藤元彦候補、本当にお疲れ様でした。事務所にて、先の兵庫県議会における不信任案提出に際し、賛成票を投じたことを白井県議とともに謝罪申し上げましたと。まあ、その写真が、あります。斉藤候補は満面の笑みで答えていただき、本当に心の広い素晴らしい方だと再認識し、しっかりと固い握手を交わしました。既得権やそれと結びついたマスコミに、県民の皆様の良識と真実を見抜く力を示そうではありませんかと。増山県議はですね、百条委員会でも斉藤さんをね、擁護する立場からの、まあ、発言をね、まあ、されていましたね。まあ、百条委員会自体がですね、もう政治的な思惑でね、開かれるもんなんで、斉藤さんをですね、まあ、追い落とすこと、それを目的とした発言が、まあ、多かったわけですが、増山さんはね、まあ、その逆だったということでございます。まあ、YouTube 上でですね、増山さんがなぜ、この賛成票に投じたのか、不信任案賛成票を投じたのかっていうことについて、まあ、理由をね、述べられてた動画あったんですね、見たんですよね。理由は、維新の会の会派とはですね、まあ、異なる意見になるということで、反対票を投じた時点で、まあ、会派から離脱させられる。つまり、百条委員会から離脱させられるとなると、斉藤さんを擁護できなくなると、そういう判断をね、まあ、されておられたと。まあ、正直ね、今回の選挙においては、オールドメディア、ね、新聞、テレビがですね、報じるべきことを報じなかったなっていうのは、やっぱり大きな問題だと思いますね。特に、立花さんがですね、まあ、流出させたものいくつかあると思うんですけど、その中の、まあ、結構重要な選挙戦始まって結構早い段階でね、流出したものに、百条委員会の、ね、秘密会でですね、片山副知事がですね、パソコンの中にはですね、なんか不倫のデータかなんかそういうのがね、入っていたっていうことを言おうとした時に、奥谷委員長がですね、しきりに止めたんですよね。それはもう言わなくて結構ですということをですね、そういうやり取りをですね、音声データがね、立花さんがね、流出させた。これについて、オールドメディア一切報じなかったんですよね。産経新聞だけでも報じてたらね、少し見直してたんですけど、まあ産経新聞も報じてなかったとは思いますね。はい。まあもしかすると産経が報じると他のところもね、後追いで報じたのかもしれませんが、夕刊フジの記事がね、ちょっとどういうものなのかっていうのはね、ちょっと読んでいきたいと思います。斉藤市再選、兵庫県知事選、県議会との対立どうなる、SNS 戦略の勝利などなどですね、まあ、大きなタイトルで書かれております。はい。知事失職に伴う兵庫県知事選は17日投開票の結果、無所属の前職、斉藤元彦氏47歳が、元尼崎市長の稲村和美氏、無所属六新人を破り再選を果たした。SNS を駆使した戦略で支持を集め、再び県民の負託を得た斉藤氏だが、パワハラなどの疑惑告発文書問題をめぐる県議会の調査特別委員会、百条委員会や弁護士で作る第三者委員会による調査は続いている。ちなみにですね、第三者委員会のね、人選も結構やばいと思いますよ。はい。まあこれもね、かなり、ね、恣意的な形で、反斉藤元彦さん、アンチとされる方がですね、選ばれてもおかしくないと。は思います。全会一致で不信任を可決した議会側の対応も注目される。議会側は斉藤氏が勝利した以上、再度不信任決議案を提出するのも難しい。一方、斉藤氏が議会を解散する方法もあるが、
巨額の資金を投じて立て続けに選挙を実施する決断は難しいだろう。まあちょっとやっぱりね、流出した音声データについてはね、まあ触れられて、おりませんでしたね。まあ残念ではありますが、まあ仕方ないですね。まあ百条委員会ね、茶番だからちょっと兵庫県議会も解散していいんじゃないですか、斉藤元彦さんみたいな、そういう旨のね、の動画でございました。ということで、まあ今後のですね、兵庫県議会どうなるのかというのはですね、まあ注目したいところでございます。竹内秀明さん、まあ、くれぐれもですね、まあ、とにかく今はね、お休みになっていただけたらと思います。NHK をぶっ壊す。